俺たちはこの時を待ちわびていた。どうも、こんばんは、Nです。今回は東京ぐるりインボーク、ついに駆逐に、みんなが待ちわびていたムカデがやってきました。暴走ムカデということで、早速このパーティーで、このメンツでやっていきたいと思います。 S 初見挑戦です。まあいけるんちゃうんかなって思うんですけどもいけないだろう。 S の暴走ムカデ勝てるのか。じゃあね、さっきね、 A じゃなくて B はね、仕事の帰りの車の中でオートで回したんですよ。500ポイントか400ポイントぐらいしか手に入らないんですけど、さあやっていこう。ちょっと見ていこう。これ雑魚敵まで、雑魚って言っちゃ悪いけど、この前置きの敵までちゃっかりね皮をかぶってるっていう。宝珠のガード率を 25% アップ。甘いぞお前。まあ両方剥がしていこうか。じゃあ早速ではあるが、いいね、金木。もう使っちゃおう、株で出しちゃおう。どうせムカデも皮剥がさないといけないから、もう攻撃と考えずまずは皮剥がすことから。オッケー、まあ、とりあえずここはこれで、まあ、回復要因は必ず必要だと思うので、トーカちゃんを連れてきましたね。 HP20 万、もっとね HP アップのアタッチメントつけたいんですけど、まあ、なかなか踏み出せないね。一回トーカちゃん貯めとこうか。じゃあ貯めて、アキラはねブレイクゲージをマックスじゃないよ、スキルゲージをマックスにしとくと、あれですよ、そう、あれがあれってね、ブレイクが 150% にアップするんで、そのアタッチメントつけてるんで。あら死んじゃったぜ。待ってね、これ殺しちゃったあれだから、とりあえず殴って、どれぐらい食らうんだろうか。まあ金木はね3回スキル打つまであれだから、あら全体使ってくるんだ。せっかくなんでちょっとスキル演出ありにしていきますか。それは動画を撮り始める前にしとけっていう話なんだよな。これで3回目のスキルだから、金木は火力が上がるはず。雑種。突破しちゃったか。トーカちゃん使ってちょっと貯めとったらよかったかな。お、BGM 変わったぞ。フロア2で BGM 変わるんですね。ちょっとここでね、一回トーカちゃん使っときましょう。もったいないけど。タタラは別に出血させてこないでしょ。だってめっちゃ適当言ってるけど。どうなんだろう。使っちゃっても大丈夫だろうというね。クリティカルがアップするのこいつ 20% 30%、こいつが自分の攻撃力を3プラス3000と、まあどっちも剥がすけどね。やるな。あやとやらけえな。やらけえじゃねえか。ちょっとタタラの方に打っときますか、スキル使ってね。やるな。まあ、ダメかがついてないとやっぱね、いつもより入るように感じちゃいますね。ムカデまでにスキブ貯めたかったけどね。多分3フロア目がムカデ、このスキル、このスキルめっちゃ久しぶり見たんだけど、これ初期アヤとか全然気づかなかった。初期、そうか、ブレイク刺したよな。初期アヤとかこいつ全然ね気づかなかったんですけど、どせーい、オッケー。さあ来たぞムカデ。こいつは足が2本あるっていうことを確認済みなんですけど、こいつがね片っぽの足がなんか攻撃力アップで、片っぽの足が防御力アップらしいんで、あれなんか潰れてんぞあれ、最初から皮が。なんでだ、ムカデかっけえな、やべえ。ムカデのイラストやばない、見ましたか、ムカデのイラストやばない。まあ EX サモンのイラストもめっちゃかっこいいんですけど、ムカデのイラスト、あの髪の感じとかやばない。アタック1万アップ、ブレイク1万アップ。なるほどね、これが片足ずつってことね。あ、ちげえのかな。アタックダウン無効、アタックダウンのやつ持ってきてないし、ダメか50でしょ。回避を無効、回避無効化されんのマジかよ。ガード固めてくればよかった。でダメージ 80% カットということで、やっぱり皮を最後まで剥がさないとダメってことなんで、ここはまず、足をぶち壊していきましょうね。
うるせえ、こいつ相変わらずうるせえな。こいつ相変わらず相変わらずうるせえ。あ、すげえすげえ、見てこれターゲット、右のムカデ、左のムカデ、ほんで真ん中のカネキ。え、なんねえのこれ。やっぱ右左を最初にやんねえとダメか。真ん中をた、あ、やっぱカネキ自体はターゲットできないよこれ。どうしよっかな。カネキのカグネ打ちます。カグネじゃないわ、スキル打ちますか。ほんとうるせえ、うるさすぎだろ。こっちをカネキでブレイクさせます。めっちゃ叫ぶじゃんこいつ。重装ね。これ絶対狙ってんだろこれ。おい、あーでもまあ攻撃できんじゃんこれ。真ん中ターゲットついた時ターゲットマーク出るか、出ないような気がするんだけど、まあいいや。あー、なかなか火力あるね。まあ俺はHP を上げてるからさ。あ、やべやべやべ、あ、回復していくんだやっぱり。あの皮がね剥がせなかったんで一枚一枚回復していってますね。とりあえずトカちゃん使うまでもないか、まだね、まだ出血してねえからなこっちは。どうせあいつ出血させてくんだろう。出して、なんかピンチです、ぶった切れ。超うるせえ。あれ足がさ、スキルダメージ 50% カットでしょ。あれ今足にブレイクダメージそんなにいかなかったのか。じゃあそれちょっとまずいな、それちょっとまずい、聞いてないんだけど。足にブレイクダメージいってんの聞いてないな。本当にさうるさくないか。ムカデに打ちます。ムカデに打ちますって、どれもムカデだわ。ああ本体に打ちます、カグネじゃなくて。うおーマジ渋いな、ここシフトゲージ全部使っちゃうことになるけど、いいのかな、やるしかねえか。きつい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 。ムカデの足をブレイクさせなかったらどうなるんだろう。どうにもなんないような気がするんだけどな、正直正直なところ。ちょっと試してみるか。ね、よさにすんなっての、畳みかけます。待って、ブレイクできなかったんだが。待って、ブレイクできなかった、あいつ。あー、重装出した方がよかったかな、シフトゲージ全部使ってブレイクできなかった。ちょっとトーカちゃんに耐えましょう。やばブレイク、あーやべ、危ねえ、攻撃してこなかった、危ない危ない。もうこれ確実に剥がしていかないといけないので、金木でやる。いやー、さっさとムカデを。違うんだ、あれだ、やっぱな、ムカデ自体の、その本体自体のやつを剥がさないとダメだ。一旦トーカちゃん使いましょう。本体自体の削らないと、やっぱこれ足にも効果いってるよな。どうしようどうしようどうしよう。重装でとりあえず全部剥がせるんで。ここね、できれば打ちたくないんですよ、重装。なんでかっていうと、次ね、シフトゲージ使わずに、ブレイク、皮全部剥がしたいんで、ここ、アキラが頑張ってくれればワンチャンある。いや、無理か、これ、トーカちゃんの一発いけんのかな。トーカちゃんの一発いけるか不安なんで、重装使います。いや、めっちゃもったいね。で、トーカちゃんで、ね、殴る。いや難しい、うわ順番間違えたし、真ん中のやつを最初さ2回連続で剥がせなかったのがちょっと厳しいな。いや真ん中硬すぎなんだよな。まあアタック 50% 下げられるのは別に構わん、トーカちゃんに関してはね。あ待って、重装の出血がめっちゃ効くじゃん、20万も入るんだったらさ。
ここ一旦トーカちゃん打ちますか。もう回復は惜しみなくやっていこう。何やってくるか分かんねえしな。アキラで重蔵をなんとかして、やりたいんだよな。いやこれ無理か、厳しいな。いや真ん中攻めよう。ちょっと待って、これやべえ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 ぞこれ。ちょっと待って、真ん中本体だな。しくった。もう足ちょっと無視するわ。足無視しよう。足無視して本体しばきましょう。なんか俺足も毎ターンブレイクさせた方がいいのかなとか思っちゃったりしたけど、そんなことはなかったね。ちょっと本体しばいて、やべえブレイク1万回復する。ブレイクプラス1万でしょあれ。まあ絶対怖っ。何、あーブレイクダメージ、前衛に200はブレイクダメージで、みんながブレイクされる状態だけどあいつ何もしてこないんだよな。これいけるか、もう真ん中ご利用して、これさては勝てるんじゃないかとかいう。もうこれ金木と重蔵のシフト合戦でいいでしょ。ここ一旦置こう、一旦置こう。ここアタック、あーアタック、まずい。待って、アタックはやばいな。まあ、ただ208,911あるんでね、 100% ダメージきたところでまあ2万でしょ。アタック50が金木とかに来られるとやばいけど、これ長期戦になるな。足無視します。トーカちゃん使ってなるべく重蔵にブレイクさせてあげたいから、こっから、そうだからもう下の足は完全にもうあれだね、重蔵のブレイク貯める要因になっちゃってるから、もうそれでいいそれでいい。でこのトーカちゃんとアキラはもう完全にちょっと下のやつの、あのブレイクゲージを削ってくれるだけでいいわ。ああちょ真ん中削ろう。あいつ回復しないよな、大丈夫だよな。とりあえずアタックとブレイク削りたいし、あのダメかけまでねゴリ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 押していきたい。重蔵のスキブでどんだけ食らうかだな。スキブかけん、うん、今スキブかけなかったけどどうなんだろう。あー全然減らねえ全然減りませんな。重蔵さん、これ厳しいぞ。めっちゃうるせえし、とりあえずアキラこっちに打って、あ食らわねえな。金木を打つ。出血、トーカちゃんが出血してっからな、それ気になるけど、まあ金木にスキル打ちますか。まあそんなもんだよね。また攻撃を回復されると。この回復はちょっと一旦取っとこう。まだまだいける。どんだけ長くなろうと勝てればいいんだ、勝てればよ。何？前衛に 100% ダメージ、それは聞いてないんだが。まあでも重蔵の20万がさ、そのダメかとか関係なく入るのが強すぎない？じゃあ重蔵が優秀すぎるだけの動画になりそう。それとあとムカデのね、あのブレイク体制がありすぎるっていう、鬱陶しいなっていう動画になっちゃいそうだけど、とりあえずアタック削りましょうかね。そこオッケー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 。アタックだけ削っとけば次重蔵残してオッケー。ここのスキブはトーカちゃんに使えますか。やべやられた。重蔵のブレイク 50% 下げられた。あこれさっきあれか、アタックを 50% 下げられたんじゃなくてブレイクを 50% 下げられたのか。今頃気づきやつだわ。いやーブレイク下げられたの厳しいぞこれ。ちょっと待ってよ、どうしようかな。まあ、下げられたからってしゃあないからやるしかないんだけど、トーカちゃんのあれを貯めたいね。オッケー、次全員 100% 来たら使いましょう回復を。3ドゥララ
だね、2万5000しか入んないんでしょ。重蔵の出血がどれだけ入ってるかってすげえよな。下のムカデのあれ削ってもいいんだけどな。ああ、金木溶けちゃったか。1万で前衛に来たら怖い。前衛に来ないで、頼む。前衛 100% やめて。うわ、これきついぞ。ああ、オッケーオッケー。ブレイク200はまあまだマシ。まだマシ。で、このターンで絶対剥がさねえとやべえ。このターンで1万剥がさないとやべえな。あと10増で出血させたい。あいつ麻痺いるのかな。麻痺つか混乱か。ちょ、1回アキラ打ってみっか。2ターンの間混乱状態。混乱しろしたー。てかもうムカデってもともと混乱状態みたいなもんだろ。出血しろ。ドゥララ、ちょ待って、激闘なんだか。お前、まあ、アタックがさ、 あれだっけ。おっきょ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 、これはでかい。これはバリバリアド。いや、どうなんだろう。これスキブ使っていいのか。スキブ使おう。いや、回避無効が辛いんだよね。アタッチメントがさあれだから、もう回避はもうもちろんの、まあ、ガードもあるんだけど、一応アキラの方に、ここをムカデ削りたいんで、カネキ中蔵なかなか削れねえな。中蔵の出血が入ればだいぶ削れるんだけど、あ、出血入ってんじゃん。出血解かれてんじゃん。重曹のね、なんか本当にさ、あの皮が全然削れねえんだけど、きついな。これあれか、もう下のやっぱ、あ、でも上削るやつとか1万アップくから結局っていうところだな。しゃあない、ちょっと一旦ここ置こう。これで前衛アタックとか来たらね、ちょっと厳しい。やめてー、ガードしとけ。朝中アキラガードしとけ。お、いいぞ。もう一回混乱さすか。でもね、スキル使いたくねえんだよな。スキル使っちゃうとね、ブレイク 150% ならないからね。混乱しろ。オッケー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 。ピヨル、もともとピヨってるようなやつがまたピヨル。ドゥララ、そうだな、重蔵やりたいんだけどな。一旦これでいくか。動くな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 。これね、一回一回あれなんだな。相手のターンになると角根が戻って、やめて、何もしてくんな、バカタレ。危ない危ない危ない。ブレイクね。オッケー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 。それは全然あり。重蔵でブレイク取って出血を狙いたい。重蔵で出血を取ってブレイクを狙いたいところではあるが、出血する。 OK でしょう、いいでしょう。なかなか流れ的にはまあ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 、なんとかまだ耐えてる。これで相手が HP 削られてなんか変なスキルとかして、 OK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 、 変なスキルとかしてこなければ大丈夫なはず。いいね、ここいいね。ここちょっとアキラで、あいつもう一回ピヨらせます。混乱させて出血させる。そう、このサイクルが大事。うわー、混乱しなかった。でも出血はしてるぞ。まだお前は出血してるぞ。アキラさんちょっと厳しそうなんで、金切って、そこドラララ。いやー、怖いな、ここ怖い、ここ怖いよ。1万戻る。
前衛アタックされて、うわやべえ。1万来てねえからな。オッケー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 。だいぶ削れてるだいぶ削れてる。いける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 。ここ回復しましょう。でそうだな、重造下げて、ここまた削れないけど、ここまた削れないけど、どうにか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 してくれ。どうにか耐えろ、どうにか耐えろ。もうこうなったら神頼みじゃん。オッケー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 。ブレイクダメージ、それは全然あり。その後動くな。オッケー、20万入る。いいね。ムカデの攻略の仕方分かった。出血だ。お願いピヨってくれ。くっそ。ここに来て確率の壁に阻まれる。スキブ使うか。これでなんとか重造を持っていきたい。オッケー、いいね。あと3分の1ぐらいか。クソ激闘なんだが、おーっとトーカちゃんがブレイクされていく。やばいやばい、あぶねえ。なんとかトーカちゃんに頑張ってもらって、スキル溜まるよね。トーカちゃんにはね、あの対話をつけてるんで、はい、対話をつけてるんで溜まるんすね。教えて教えてのところのコーナー。オッケー、滅びの歌。鋳造使って金木にシフトするか。また1万また1万持っていかれっけど、まあいいや、仕方ねえだろ。1万アップしてるときに1万アップしてるときにあれ来るの怖えんだよな、ほんと怖え。1万まだ来てない、まだ来てないんで、あの1万アップしてるときにあの前衛にアタック来てねえから、まだそんながっつり削られたっていう感覚はないけど、こん時に来たらマジでまずい。ブレイクされない。オッケー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 。これで使って、僕の番で削れ削れ削れ。あー、ここは使わない方がいいのか。でも重造で出血させたい感はある。でもシフト使ったらまずそうな気もする。いやどうなんだ、1万削っとかないとやばいかこれ。でもどうせ次回復されっかな。ここちょっと運ゲーしていいですか。ちょっとここ運ゲーしていいかな。1万削っとかないと、この皮削っとかないとやばいような気もするしな。あーかといって次絶対押し切れねえから、ここは神頼み。前衛アタックしてこないで、やめてください、やめてって。危ない、それは OK。 あれ、なんかちょっと上がってる、あいつブレイク性能。ちょっとズルしてない、さっき4万ぐらいだった、4万2000入れなかった今。ちょっとあいつズル説あるな。ドゥララ、さあ血を吹き出せ。 OK、 これで、トカちゃんに回復してもらおうか。じゃあなんとかいけそうではあるが、今のところあいつ何もしてこないようなクソでけえスキル、あの篠原吹き飛ばした時みたいなさ、あんな拳でみたいな、拳カグネでみたいな、あんな攻撃してこないような。大丈夫だよな、信じていいんだよな。ちょっとピヨってくんね。ピヨってくれた、でかい。うお、ピヨンね、まあ、分かりきってたことか、仕方ね。あ、金木のあれが溶けていく。まあ、皮剥がしてから、お前は20万食らってろ。グララ。きついがきついが、金木を下げて、
チです。スキル使うか。ここでさ、ムカデの足がさ、いい感じのとこまで削れるんだったら、うわ微妙だな。ムカデの足が重装の一発でいい感じのとこまで削れるんだったら、これいやダメ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 、それはダメで、そのムカデの足の、あのブレイクゲージがいい感じのとこまで削れるんだったら、金木出して金木にスキルつけてムカデ本体を殴ろうかと思ったけど、まあ、それはちょっとさすがに欲張りすぎ。これやめて、全員アタックやめてね、やめてくれよマジで。オッケーオッケー、さっきの4万2000食らったブレイクダメージはなんだ。オッケー、いい感じいい感じ。こうやってこうやってこうやって回復しよう。そう、妥協はいけない、まだ満身。オッケー、7万3000、回復して、あとどれぐらいなんだ HP。 まだバー見えるな、ミリではないな。まだ20万1回と5万6万ぐらい耐えれそうなんで、やつはね。金木クーンを出して、わあやべ、金木で殴んなきゃよかった、しくったかなこれ。ガードオッケー、えらいオッケー、アキラのガードめっちゃえらいわ。ここあれですね、アサチュンアキラで殴って、カネキで殴って、カネキにスキブつけて吹き飛べ、おら、よっしゃ。僕に食われた、ムカデ証券攻略混乱させて出血させて、結局あれだな、火力では押し切んなかったな。あ、じわじわとその相手の皮のスキルダメージカットとか、あ、ただのダメかとかの間をすり抜けて出血で倒すっていう、そういう作戦を途中から思いつくっていうはい、ということで、ムカデ初見クリアしました。皆さんはどうやって攻略したんでしょうか。よかったらコメント欄に残していってください。ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。